こんにちは、ゆめねこぱんです。今回はサワー種の管理方法についてです。サワードゥープレット作りをしている人にとって種の管理は非常に興味深いものだと思います。どんなに素晴らしいレシピがあったとしても、サワー種の管理がうまくいっていないと、そのレシピは合ってないようなものになってしまう可能性があります。私自身、種の重要性に気づくまではヘンテコのパンを何個も作ってしまいました。今回は日常の管理ルーティンや、しばらくの間使わない場合はどうするのかといった内容です。また、より安定的にサワードゥーブレッドを焼くためのポイントを紹介します。私自身うまく焼けなくて、とてもストレスになった時期があったので、ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。それでは作りながら見ていきましょう。仕込みでサワー種を使うと、このように残りが出ます。この残った種に次の粉と水を足して育てれば、再びパン種として使うことができます。ここで大切なのが、サワー種はいつも元気いっぱいではありません。日に日にパワーが落ちていきます。安定したサワードゥープレットを焼くためには、パワーのある種を使うことが大切です。この日のうちに、このサワー種に粉と水を足して育てれば元気よく育ち、翌日仕込む生地は勢いよく育ちますが、しばらくパンを焼く予定がなく、数日間冷蔵庫に保管していると、使いたい時に同じように育てても材料が同じでも同じ勢いのパンにはなりません。私は毎日パンを焼くことはなく、2、3日に一度のペースです。また、サワー種を使わずにイーストだけで仕込む日もあります。その間、サワー種は冷蔵庫で休んでいる状態です。2、3日目とそのままにしておくと、種のパワーは落ちていきますが、少し寝ているような状態なだけで、サワー種は生きています。元気なパンを焼くためには、少し寝ているサワー種を起こす必要があります。こちらは前回の仕込みが終わった後、2日間冷蔵庫で休んでいた種です。30分ほど室温に置いたものです。毎日サワー種のパンを焼いている場合は、種に元気があるため、ここに次回室温分を加えれば、2、3時間で種が育ちます。しかし、数日間休んでいたものは、勢いを呼び起こす必要があります。仕込みに使う前々日から前日にかけて、粉と水を混ぜることを繰り返して種を元気にしていきます。加える分量に決まりはなく、餌をあげているイメージで同量の粉と水を加えます。この時はライ麦粉と水を 15g ずつ加えました。この水は水道水の水で、基本的には常温の水を使いますが、種を冷蔵庫から出した直後で冷たい時はぬるま湯を使うこともあるし、夏場なら冷たい水を使うこともあります。ぐるぐると混ぜていきます。日が経っていると乾燥してカリカリになっている部分もあるので、しっかりと混ぜ合わせます。周りもきれいにします。餌やりが完了しました。これを2から 2.5 倍の高さに育つまで置いておきます。輪ゴムをかけておくと育ち具合の目安になります。理想の温度管理は27から28度です。夏場なら室温、冬場は発酵機や発泡スチロールなどで管理します。約3から4時間後です。約2倍に育ちました。下から見ると気泡が入っているのがわかります。今回は約3時間半でこのくらいに育ちましたが、勢いのある種だともっと早く育ちます。もちろんこの種を使ってもパンは焼けますが、より発酵力のある種にするためには、この餌やりを繰り返す必要があります。この種は一旦冷蔵庫で休ませます。休ませる時間の目安は半日から1日ですが、急いでいる場合は休ませずに
すぐに次の餌やりをしても構いません。翌日、冷蔵庫から出したばかりの様子です。30分ほど室温に置き、再び餌やりをします。元気になり始めている種は、室温に置いておくとすぐに膨らんできます。再び粉と水を加えます。今回は約 20g ずつ加えました。私は1回の仕込みに 60g の種を使うことが多いので、2度の餌やりの合計量が約 60～70g になるようにしています。なるべく余って捨てる種が出ないようにします。この捨て種についてですが、これは今回の2回目の餌やりの動画ですが、この時もともとのサワー種に直接次の材料を混ぜました。サワードゥブレッド作りでは、この時に種のパワーを高めるために良い部分だけを次に引き継ぐという方法も存在します。容器の底や中心部分の良いところだけを使って残りの部分を捨てるということがあります。これを捨て種と言います。サワー種のパワーについてですが、すべてのパンに強い発酵力のサワー種が必要なわけではありません。ライ麦が多いパンはむしろパワーが強すぎない方が気泡が入りすぎず良いものが焼けるような気がします。オープンクラムの内装が作り出したいときは、特にサワー種のパワーを高める必要があります。またサワー種の使用量が少ないパンを連続で作っていると捨て種が増えていきます。たまに使用量を増やしたり、イーストのパンに混ぜて使うことで捨て種を作ることなくパン作りを続けることができます。それでは混ぜていきます。元気のある種になってくると、混ぜている時の手に伝わる感覚が違ってきます。ふわふわっとしたクシュッと空気が入っているような感じがします。私の今の種は中挽きのライ麦粉 100% なのでこんな質感ですが、使う粉が違えばかなり見た目の違ったサワー種になります。左は全粒粉で作ったサワー種、右は細挽きライ麦のサワー種です。同じ呼び方のサワー種でもどんな粉を使うかによって出来上がるパンの見た目や内装は違うものになります。混ぜ終えた時点で1回目の餌やりの時よりふわっとしています。ここから 2～2.5倍の高さまで育てます。このライ麦粉の場合、放っておくと3倍強くらいまで膨らみ、そこからはしぼんでいきます。粉の種類やパワーによっては5倍、それよりももっと大きく育つものもあります。今回は育つ時間を測ってみます。毎回安定したパンを焼くためには、数日間使わずに眠っていた種はこのような餌やりをしてパワーを強める必要があります。約2時間半後です。大きく育ちました。このくらいふっくらしていて細かな気泡が入っているのが完了の目安です。このまますぐに仕込みに使ってもいいし、一晩休ませて翌日の都合のいい時間に使うことも可能です。私の場合、なんとなくライ麦サワー種は休ませた方が良いものが焼けるように感じるので、前日の夜に準備して翌朝一番に使うことが多いです。サワードゥブレッド作りに一番大切なのはサワー種のパワーです。ボリュームが出やすいと言われる粉を使ったとしても、サワー種に元気がなければ発酵力に欠けた勢いのないパンになってしまいます。ポイントは 2～3 時間で 2～3倍に育つ勢いのあるサワー種になったものを使用すること、元気がない種を無理に使わないこと、どうしても使いたい場合はイーストを併用することをお勧めします。そしていつもなんだか勢いが感じられないと感じている場合は、使っている粉を見直す必要があるかもしれません。白い強力粉でもサワー種はできますが、ライ麦粉、特に粗挽きのものは非常に発酵力が強く安定的です。お使いのサワー種がリフレッシュをしても元気がないときは、たまにライ麦粉や粗挽きの全粒粉を加えてみてください。それでは作ったサワー種でカンパニーを作りたいと思います。
種は冷蔵庫から出して30分ほど経ったものです。計量して余ったものは冷蔵庫に戻し、また使いたいときに同じように餌やりをしましょう。それでは作りましょう。材料はこちらです。混ぜる時間に決まりはありませんが、この時はこね器で3分ほどこねました。手ごねでも OK です。このくらいで OK です。容器に入れて1から1時間半ほど発酵を取ります。朝仕込む場合が多いので、仕事の日などは家を出るギリギリまで時間がある分だけの発酵を取ります。1時間半後、家を出発する前にパンチをします。今回は1回のパンチですが、30分から45分頃に1度目のパンチを入れておいて、出発前に2回目のパンチをすることもあります。冷蔵庫で6から10時間ほど休ませます。約9時間後です。冷蔵庫から出したばかりなので冷たいです。これを室温に置いて 1.5 から2倍くらい、少しふっくらするまで温度を戻しつつ発酵を進めます。20度の室温で約1時間半後の様子です。もしも何か用事があるなら、もっと早く時間を切り上げて成形に進んでも構いません。その時は最終発酵を長めに取れば OK です。それでは成形をします。ゆとりを持たせて容器に入れます。約2時間最終発酵を取ります。先ほどの生地温度の戻しが少なければ長めに発酵させます。約2時間後です。オーブンは最高温度に予熱しておきます。
クープを入れます。オイルはお好みで。スチーム用の水は 100cc ほど用意します。スチームが心配な方は霧吹きをしてから焼いてください。それでは焼きましょう。生地を厚い天板に滑り込ませます。すぐにスチーム用の水を厚い石めがけてかけ、扉を閉めます。そのまま4分放置します。温度を230度に下げて12分から焼きます。お使いのオーブンによって調整してください。サワダネ仕込みでも発酵をしっかりとることで軽い焼き上がりになります。これでサワダネの管理方法を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。